大きなボタンを使ってブンブンゴマの持ち手を作りましょう。細長いタイプのトグルボタンを使ってやってみます。まず最初にボタンに紐を通します。次にブンブンゴマに通します。細い穴でも通しやすいように先は糊で固めてあります。最後にもう一つのボタンに通します。紐を2本まとめてキュッとくくったら、端を1センチほど残して切り取ります。これで出来上がりです。紐をくるくるとブンブンゴマに巻いて、残った部分をもう一つのボタンに巻きつけて片付けます。丸いボタンでも同じようにします。遊ぶときはこのボタンを外して、ブンブンゴマがちょうど糸の真ん中に来るようにします。そしてくるくるっと回したら、回り始めたら緩める。これを繰り返します。すると音を立てながら回るようになります。これで一旦止めます。で、なかなか回せないお友達にこの状態で渡します。そうすると回すコツを簡単につかむことができます。片付けるときにはブンブンゴマを止めて撚りを戻します。端まで寄せたら紐をくるくると巻いて、最後のところをもう一つのボタンに留め付けます。紐が絡むことがなく友達とも一緒に遊べます。これでブンブンゴマの悩みが解消されます。